はい、それでは皆様待望の T ロックの試乗動画を、そうですね、はい、撮りたいと思いますんで。見晴らしはやっぱいいですね。かなりいいですね、うん、サイドミラーもね、結構大きいんですよ、うん、今までのものと比べても見やすくなってますね。でクーペボディですけどね、窓ガラスが意外と思ったほど小さく、ね、しっかりちゃんと、うん、ちゃんと、ね、大きさがちゃんとあるなって感じですよね。で左のサイドミラーにちょこっと見えますかね、ミニミラー、ミニミラーがあれ左の、ね、前輪のあたりに出てるんですけど、運転席から見ると分かりますね。どうですか、実はディーゼルですけど静かですね。全然何も後ろも気にならないですか。全然気にならないです。あ、これディーゼルだったんでしたっけ。ディーゼル何を言ってんすか。電気自動車かと思いましたよ。何の音もしない振動もないし、まあ、そうですね、うん、確かにあのそういえばと思ったぐらいですから ね。この低速の時も静か。ディーゼルらしいこのトルクのある加速、僕は好きですね。あこのぬるって分かります。ぬるぐわーってくる感じ効果音いやでもガソリン車とは違う力の出方、うん、えまずあの音も結構そうじゃないですか、低音じゃないですか、出てる音自体もブオーって感じでね、これも俺結構好きなんですよね、うん、まあ、でも本当にディーゼルは回転が低いんで、うん、まあそれが静かさだったりにつながってますよね。でやっぱりこれがあのミッションが普通のオートマだったりすると、まあ今はね8速とか9速が多くなってるから変速ショックってあんまなくなりましたけど、昔のね4速5速のオートマだったら結構乗るのディーゼル嫌だったじゃないですか。そうですね、ガーってうるさくなって上がっちゃうんですよ ね。でガクンって落ちてってなってたんで、これ DSG だとまずつなぎ目も全然ないじゃないですか。全然わかんないですよ何速、ね、でこれが CVT でもやっぱり回転数だけブワーって上がってっちゃうんで、うん、絶対合わないと思うんですよ。そうですね、だそう考えると DSG とディーゼルのこの組み合わせってすげえいいんじゃないかなって、ね、うん、今なんかも全然踏み込まないでどんどん加速するし、回転も2000回転までも上がらないんですよね。そうですよね、上がらないままギアだけは多分上がっていってますよね。そう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 、すごいよ、やっぱりエンジンとトランスミッションの組み合わせってすごい大事ですよね。大事ですね、いいですね、この走り出しいいな。あの走り出しがこう滑らかというかこう唐突じゃないじゃないですか、加速が。はいはいはい、そうですね。だから多分後ろ今乗ってもらってますけど、はい、後ろの人の乗り心地もいいですよね、うん、あのこう変速とか加速で体が持ってかれたりみたいなのは 前行ったり後ろ行ったりっていうのが、ね、うん、あんまりないですよ、ね、全然ない、フラットに行く感じですね。だからシートもこれ今乗ってるのスタイルデザインパッケージですけど、はい、だスポーツシートじゃないから横のこうなんでしょう、あここサポートのところが、ね、うん、サポートはねあんまりないけども別に全然で問題ないですよね。問題ない、運転席もそうですよね、このぐらいでも全然十分ですよね。あ十分あの体を支えてくれますね。支えてくれますね。だからこれでスポーツシートになったらもう、まあ、ねもう、もっともっとゆったり、うんうん、楽に座ってられていいんじゃない、疲れないですよね。そうなるとね、サポートされ体がやっぱ動かないと動きにくいと疲れにくいですよね、うんうん、そうですよね、うん、やっぱり体が左右とか前後に動いちゃうと、うん、それを実はこう守ろうとしてブレーキの時、うんうん、ちょっと強めにこうやって踏んでも、うんうん、あのノーズダイブしないんですよね、うんうん、フロントだけこう沈む感じじゃなくてこう、うん、車全体がドスンと下に落ちるっていうか、うんうん、まあ、ブレーキのバランスもいいんですよ。今はフォルクスワーゲンって後ろからブレーキが効くって言われてますよね。あ後ろが強め、後ろが強めで後ろが先、後ろが先で後ろが強め、なるほどね、うん、でやっぱりそういうのが影響をすごいしてるのかな、うん、車のバランスももちろん良くて、で後ろが効いてくれるから後ろが先に引っ張る、うん、
で後から前がまあヒュッて押さえる感じですね。まあほんのわずかな差なんでしょうけど、いや本当そうですね、まあ、やっぱ同乗者もねこういうブレーキの方がこうなんか前後の移動もないし、はい、安心感にもつながりますね。怖くないですよね。怖くないですね。この人運転うまいなって思うと思いますよ。まあね、僕がうまいですからね。そうですね、はい、上り坂大事ですね。立教の上り坂、うん、この時も今はまあ速度60弱ですけど回転数1400ぐらい。あ、全然上がんないです ね、うん、ね、これでぐいぐい上ってますからね、うん、これはちょっとディーゼルじゃないとね、なかなか。そうですね。でやっぱり回転が上がらないってことは燃費もいい。燃費もいいってことですよね。そうなりますからね。僕自分の車ディーゼルじゃないですか、はい、で気づいたのが燃費の変化があんまりないんですよ。あ、そうですか、うん、あの人数乗せたりしても、うん、そんなに変わんないし、へえ、エアコンガンガンでも、はい、まあそんなに、まあ多少悪くなるなぐらいであんまり変わらない、うん、まあ、ディーゼルってなんかそんな感じがしますよね。あ、やっぱりエンジン自体にもともとパワーがあるから、うん、余裕があるからでしょう ね、うん、そんなちょっとやそっとぐらいじゃ別に俺大したことないよっていう感じですからね。そんな感じがしますね。今こうとか、はい、こうなるとまたちょっとあのそんなスポーツカーではないのでこの前の GTA みたいにね、うん、マフラー音がガンガン鳴ったりとかっていうことはないですけど、はい、なんか後ろに乗ってていきなりグッて今度逆に押されるようになりました。あ、そうですね、やっぱりギア見てても一段低かったりしますからね、うん、加速が良くなったなと、うん、逆にこっちの方が体は前後します。前後はしますね、うん、でも前後するっていうのが分かるぐらい違いが、ね、違いは分かりますね。分かりますね。やっぱり引っ張りますね。引っ張りますね。すると3000ぐらいまで1回上がりますからね、うん、でもやっぱりドライブモードだとちょっとエコーに振ってるところが少しありますからね。そうですね、スポーツモードも使ってもらって全然いいんじゃないかなと思いますけどね、うん、ここのモード変更、はい、ここでもまたねちょっと変えられますからね。そうですね、エコーなんかもあるし、うん、こうしたらもうかなり低燃費ですよね。ですね、まあ、エコーすると若干エアコンの効きがね、あ、下がりますけど。そうですね、エアコンもエコーになっちゃいますからね、うん、そうなんですよね、うん、ここでポンポンここを変えてもいいし、このボタンを押して変えることもできます。またこのメーター内の表示の変更も、ここのビューっていうボタンを押すと、あとはこちら、先ほど表示のスピードメーターとタコメーターと、あとこの中に中の表示、今加速系と方位自身のコンパスにしてますけど、この中の変更もここのカーを押して、このアクティブインフォディスプレイ、これでこの中の表示変えられます。クラシックってやると、ここね、ギアと速度計に変わったり、はい、表示、これ自分でカスタマイズできます。何を表示させるか、こうやって、いろいろ選べます、ね。左側と右側の円の中を何を出すかっていうの、うん、まあ自分の欲しい情報がここに集約して出せますので、はい、まあ、これでねいろんな自分の好みの表示も選べます、うん、前の第一世代の液晶メーターだともう固定でしたからね、右左は ね、5種類ぐらいのパターンの中からしか選べなかったですけど、そうそうそう、第二世代になって中を好きなものに変えられるようになりましたね。
本当に自分の好きなものを選んで表示させて